はい、こんにちは、横マックスです。今回はですね、前回買ったものの紹介でやったと思うんですが、こちら、じゃじゃん。加藤の均衡型ホームグレードアップセットですね。こちらの商品、今回は開封をしていきたいと思います。前回も言ったんですけど、この商品何かと言いますと、加藤のホームですね。この均衡型ホームに、グレードアップそのままです。オプションっていうんですかね。待合室だったり、コンビニだったり、売店、エレベーター。すみません、LINE が来ちゃいましたね。といったですね。こういう、もうちょっとグレードアップさせるためのセットです。すいません。で、本来これ加藤のものなんですけども、僕は加藤の、ホーム持ってないので、トミックスに、果たして、つくのかどうかっていうのを検証してみたいと思います。それも兼ねて今回やっていきます。ちょっとできなかったらショックなんですけど、しょうがないですね。やっぱり加藤のホームはかっこいいですよね。正直自分加藤の方が駅としては、駅はかっこいいなとは思ってるんですけど、トミックスちょっと手抜きなので、そこのとこ巻き、あれなんですけど、トミックスで始めたので、しょうがないですね。で、ちょっと今カッターがないんで、手で開けるしかない。それではですね、開けていきましょう。中身どうなってんだろう。でかいな、結構。これが説明書と、シール入ってますね。で、これが本体です。いや、どれがどれだかちょっとわからないんですけど、これはトミックスつかないな。加藤の液用なので。でもだ、あ、大丈夫。モニターですかね。いろいろ入ってますね。グレードアップセットなので、こういう売店だとか、こういう施設だけじゃなくて、こういう、なんですかね、駅についている信号っていうんですかね、そういうのも含まれておりますね。トミックスはつかないと思うんですけど、多分これは使いませんけど、こっちは多分平気かな。うわ、出てきちゃった。まず最初に、どれがどれだ？これがですね、待合室になってますね。すいません、さっきから LINE が来て。これ待合室ですよね。これ待合室です。ただ、ちょっと今見て思ったんですけども、突起があるじゃないですか。この突起が邪魔して、多分、乗せられないんじゃないかなと。ちょっと疑問なんですけども。どうなんでしょうか。そこら辺がちょっと僕わかんないんですけど、こっちが下ですから、このままだとやっぱ突起を折る必要っていうんですかね。ありますかね。一回これ取れんのかな？もしかして。取れたらちょっといいんですけど。取れました。取っちゃいました、今。突起さえ折っちゃえば問題ないと思うんですけど、じゃあちょっと今、この状態で設置をしてみます。幅的に、だいぶホーム狭くなっちゃいますね。ただ、あんま違和感、ありますけど、なかなかいいんじゃない？こんなホームが狭かったら、ちょっと結構クレーム来そうですけど。もっと幅出ちゃうかと思ったら、そんなでもないですね。これもっとシールちゃんと貼ったら、にぎやかになりますね。ちなみに、これはですね、こっちはコンビニなんですけども、コンビニ、外れるの？全部これちゃんとね、シール貼れるように、分解できます、これ。コンビニなんかいいんじゃないですかね、こんな感じでホームに置いてあったら。検証的には、今やってみま、試してみましたが、トミックスのホームには置けますけども、ホームが狭くなってしまうというのと、
このままの状態でありますですね。下にこう突起があるので、加工する必要がありますね。加工しないと浮いちゃいますし、あれなので、まあ、折っちゃうしかありませんよね、これは。まあでも、使えなくもない感じです、雰囲気的に。で、これがですね、なんだこれ。これ何？これはあれか、売店か。こっち売店です。売店は置かなくていいかな。で、これ何？これエレベーターですね。これエレベーターです、ほら。これはエレベーターになります。こんな感じですかね。あとはまあ、こういう、駅の屋根につける部品とか、そういうの入ってますね。では、今度まあ、シール貼って、まあ、やってみたらどうなるかっていうのは、また別な動画でね、アップしてみたいと思いますから、まあ、また、その時は見てください。本日は、グレードアップセットの開封動画でございました。ご視聴ありがとうございました。終わります。